ロレンツォ・クアーリョは北イタリアの芸術家の一族、クアーリョ家の出身の画家で、ミュンヘンで生まれ、ミュンヘンで活動した。父親のおじで、マンハイムなどで活動した、建築家、画家のロレンツォ・クアーリョと区別するために、ロレンツォ・クアーリョ二世とか若い方のロレンツォ・クアーリョと呼ばれる、風俗画を描いた、ミュンヘンで生まれた。父親のジュゼッペ・クアーリョは、 現在のイタリア、コモ県のライーノの生まれで、17世紀初めのジュリアス、クエリオザエルダーから始まるクアーリョ家の出身で、ミュンヘンなどで舞台芸術家などとして働き、1801年に宮廷建築家になった人物である。ロレンツォ・クアーリョの兄弟のアンジェロ・クアーリョ、ドメニコ・クアーリョ、ジモン・クアーリョらも芸術家として知られている。父親や兄から美術を学んだ後、 ミュンヘン美術院で学んだ。1812年まで、バイエルン選定校の宮殿や、ミュンヘンの劇場の装飾の仕事をした。方バンガウ城の装飾も行った。バイエルンやチロルの産地を旅し、村人の生活を描いた。版画作品も制作した。贅ロシア5番ウィカソースの、クアーリョケの記事。ありがとうございます。